はい、今回はユニノットを結んでいきます。まず I にラインを通します。そして通したラインを折り返します。こういう状態です。そしてメインラインと輪っかのところに余り端ラインを4周巻きつけていきます。こういう状態です。はい、4周巻きつけました。あとは余り端を引っ張って結び目を軽く締め込み、この結び目のところを少し水で湿らせて、あとはメインラインを引っ張っていくとキュッと締まっていき、メインラインをきつく締めるとこういう感じで締まります。あとは余り端ラインをカットし、これで完成です。よかったら試してみてください。